はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数のグラフ丸3をお送りします。で、グラフシリーズこれ3本目ですね。で、また前回と、前々回とね違うタイプのグラフをやっていきますので、まあ3問ですね。で、前回タンジェントなかったんですが、今回はサイン、コサイン、タンジェントがフルで全部揃ってる感じになっております。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部書いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まずサインの方から書いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、できればなんですが、前回も言ったけどね、このシリーズの丸1から確認してもらえると非常にありがたいです。特にグラフが苦手な子は。この三角関数のグラフ丸1、前々回か、の動画で、サイン、コサイン、タンジェントの一番基礎の、ね、グラフを書いてるんです。で、そのグラフを覚えてもらった上で基本的にずらすって発想で自分は書いていくので、だからもしよかったらそこもちょっと確認してみてください。で、まず1番が y イコール sin2θ です。で、これは前回の丸2の動画の最初は 2sin θ だったので、ね、これほんと間違える。よく2が外にあるパターンと 2θ になってるやつ全然違います、グラフが。でも、実は各最初のグラフはほぼ同じなんだよね。y があって、はい、ギリかな。で、θ だね。で、まあ、原点があると。で、実は書くのは y イコール sinθ のグラフを書けば OK です。形としては。だから、sinθ ね、原点通るので、こっから、こうなって、こういく感じ。で、前回、2sinθ の時はここが2だったんだよね。でもここは1です。変わらないです。これ赤にしよう。ごめん。ここは1ね。で、もちろん下。ちょっと伸ばしとこうか。ここはマイナス1になります。じゃあ何が変わるかっていうと、周期が変わるんです、ここ。2θ になると。で、単純というか、シンプルに覚えるんだったら、2倍と、θ2 倍になってるでしょ。だから、周期は2分の1になります。先に言っちゃいます。3θ です。3倍になってます。だから、周期は3分の1になるんです。で、逆に、3分の θ、3分の1がくっついてるんで、周期は3倍になります。っていうのがポイント。で、もともと、y イコール sinθ って、これ、2倍だよね。一周っていうか、一回戻ってくるのに。360度だから。でも、それが2分の1になるので、先に書くよ。周期は π になります。半分になるから。つまり、戻ってくるまでに、ここが π なの。もともと2倍だったんだけど。で、全部の、この部分もそうだし、ここもそうだし、ここも、全部が2分の1になればいいだけなの、書くのは。だから 2π だったから π になったでしょ。で、ここ2分の π じゃん、もともと。あ、間違えた、 π じゃんか。だから半分すると2分の π になります。で、ここはもともと2分の π です。だから半分になるから4分の π になります。で、ここは2分の 3π です、もともと。だから4分の 3π となって、これで正解になります。これが y イコール sin2θ のグラフ。いいかな？周期が変わるっていう。そこがポイントだね。で、次が y イコール cos3θ です。で、これもさっき言ったように周期が変わるだけなので、基本的には y イコール cos3θ のグラフを書けば OK だと。なので、書いていくと、ちょっと次こそね、うまくいきたい。うまく。まあギリでしょ。若干下がるよね、やっぱな。で、0で、y の θ と。で、y イコール cosθ は1スタートか前、ここ上スタートなので、まあこんな感じですね。ちょっと上はみ出す、ちょっと高い、行き過ぎたかな。先に横を引いてからのがね、本当はいいんでしょうけど。で、ここに数字がくっついてるわけではないので、ここと、ここは同じく1とマイナス1、これ変わらないです。で、
3分の π。 周期もともと 2π でしょ、 y イコールコサインシータって。だから3倍になるので周期は 6π になります。で、ここは原点だからいいんですけど、ここと、ここと、ここと、ここですよね。の数字が全部3倍になります。で、まず一番上、こっちらいこうか。もともと 2π だからね。1回戻ってくるのに。周期 2π なので、ここが3倍の 6π になると。で、まあ、こっからいこうか、次に。次、π です、もともと。だから、3倍すると、3π になります。これ、どっから書いてもいいからね。で、次、ここ2分の π です。で、3倍するから、ちょっとこれ抜くよ。2分の 3π になると。で、ここもともと2分の 3π なので、2分の 9π になると。これで完成になります。周期が変わるだけと。いいね。で、最後、タンジェントです。で、タンジェントも同じく、もともとの y イコールタンジェントシータを書けば OK です。あとは、その前近線の位置とか、それが変わるだけだから、数値がね。で、タンジェントを、書けかな。場所だって、これ 6π ちょっと詰めるね。待って。ちょっとはみ出しすぎたな。この辺にしとこうか。で、まあ、グラフ1個分なので、で、入ってるね。で、縦を書いて、それ先に前近線書いちゃうね、ちょっと、まあ、曲がってるけど、ちょっとお許しください。で、書いておきます。で、y イコールタンジェントシータ、ね、前近線にくっつかないようにしながら、まあ、こんな感じのグラフになると。で、あとは数値です。で、もともとタンジェントシータの、あれです。ごめん、でごめん。周期は π だよね。ここだけ π だからね。2π じゃなくて。で、それが3分の1倍になります。だから、π だった周期が3分の1になるので、周期は3分の π です。で、それぞれ2分の π とマイナス2分の π です、ここは。前近線、もともとね。で、それも3分の1になるから、ここ。が6分の π、 そしてここがマイナス6分の π になります。で、この後はどれ書くかっていうのは微妙なんですけど、俺1のところいつも書くので、こうしてね、1になるところで、こっちもそうだね、マイナス1になるところ書くんですけど、で、1になるのって4分の π ね、もともと45度だから、タンジェント45度が1だからね。で、4分の π だったやつも3分の1倍になるので、3分の1かけると、ちょっとごちゃごちゃするけど、12分の π で、これどうしようか、こっち行こうか、マイナス12分の π と、こうなります。で、まあ、グラフに関してはごめんね、あの丸1の時から話してますけど、先生によってもっと書きなさいとか、このタンジェントももう1セット書きなさい先生もいます、普通に。今回俺1個しか書いてないから、セットこっちにももっと書きなさいみたいなね、そういう指示があったら合わせてください、そこは。でも基本的にはこっちに前近線がまた出て、グラフが出てきたとしても、全部を3分の1倍すればいいだけです、数値を。いいかな。そのシータの部分が崩してある場合は、そうやって周期を変えて数値を変えて求めてください。だからこれ書いてください。いいかな。では、今回は高校数学数2の三角関数のグラフ ③ をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、グラフシリーズあともう一個です。⑤ は今まで覚えた知識を使ってちょっと難しめのグラフを書いていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。